アーサー・ジェフリー・デンプスターは、質量分析法に関する業績と1935年に、ウランの同位体である 235U を発見したことで知られる、カナダ系アメリカ人物理学者。デンプスターの180度事情セクター型、質量分析系デンプスターは、カナダのトロントで生まれた。トロント大学で1909年に、学士、1910年に、修士の学を。 それぞれ得た。ドイツへ留学した後、第一次世界大戦初期にアメリカ合衆国へ行き、シカゴ大学で物理学の博士号を得た。デンプスターは1916年から1950年に亡くなるまでシカゴ大学の物理学施設に所属した。第二次世界大戦中、核兵器を世界で初めて開発したマンハッ発イ計画で働いた。 1943年から1946年まで、万発体計画と一体的に連携し、原子爆弾の製造に必要な材料を研究するために設立された、シカゴ大学や近研究所の主任物理学者であった。1946年、アルゴンル国立研究所の部門長の地位についた。1950年3月11日、 フロリダ州スチュアートで63歳の時に死去した。1918年、デンプスターは、資料中の元素の質量によって化合物を識別し、資料中の元素の同位体組成を決定することを可能にする科学機器である、最初の現代的な質量分析系を開発した。デンプスターの質量分析系は、以前のものの100倍以上の精度があり、 今日でも使用される質量分析系の理論と設計の基礎を築いた。デンプスターの研究経歴は質量分析系とその応用に重点を置いており、1935年にウランの同位体である 235U へとつながった。この同位体の急速に各分裂連鎖反応を増大させる性質により核兵器と原子力の開発が可能となった。ありがとうございます。